山口敏太郎日記、えー、と、読売テレビの楽屋からお送りしております。えー、と、シリアの、まあ、人質事件、非常に心配な状況ですね。まあ、後藤さんは全責任は自分の。にあり、うん、まあ、自己責任で、で、っているという趣旨の。V. T. R. を残してはおりますが。かといって、まあ、人命を。みご、ああ、このまま。人命は奪われるような状況に陥ることはよくないですね。 ですから政府担当者の非常に苦慮しているような状態はよくわかります。まあ今、裏交渉がこうそうして <laughs> 解放されればいいんですけども、今一番話題になっているのは、えー、と後藤さんのお母さんと称する女性、まあ多分お母さんなんでしょうけども、の、えー、とんでも発言というかですね、不思議な会見ですね、ちょっと僕もあれを見て衝撃を受けましたね。 あの一番びっくりしたのは最後笑って出ていったんですね退席した時に明らかに笑ってるんですよ息子が人質に捕らえて命のが危ないという状況で笑って出ていける心境はよくわからないですねでまあ彼女自身、まあ、会見することを止められたみたいですね止めた人の気持ちがよくわかりますね えー、僕も周囲の身内とか友人だったら止めます、うんえー、まあ何て言うんでしょうねなんか、まあ、こういったら大変失礼な,なのかもしれませんが僕が見た印象では息子さんの危機に乗じて環境問題とかですね原反原発を訴えたかっただけじゃないのかなといった印象を受けてしまいますあの会見においてですねいきなり 反原発の話ををするといいううこががよく意味が分かりまませんね、うんねなんでああいう会見ししてしまったんでしょうか多分あのイスラム国側もあの会見を見てるとは思うんですけども、うん、まあ彼らもえ何が言いたいのだろうというふうに思ったかもしれません逆に世界の国々から見たら日本人は大丈夫なのかと思わせるような内容であったと言わざるをえない内容だと僕は個人的に思っております。 まあ,あのイスラム国の人たちにあえてあの好意的に解釈していただければと思うことは後藤さんがまああのお母さん絡みで苦労したんだなということを察してあげてそれでもなおかつ立派に育たれてイスラムの子どもたちとか困っている。 人々を助けようとしているというあの志の高い人であるということを分かっていただければなと思っております。どちらにしろなんかとんでもない会見を見てしまってですね、うん、一体何なんだろうと思っております。で、今回の事件を割とまあ整理してみますと、奥さんの死がきっかけで、まあ、まあ、なんていうかね、 性,性障害の自分に気づきあるいはまあ女性化してしまった湯川さんそしてまあ首切り担当をしているあのテロリストはエジプト系の移民であるイギリス人でありながらイスラム国に参加したという彼の経歴さらにまあちょっと変わったお母さんを持った後藤さんなんか現代の地球のいろんな 問題点を抱えているような構図になっていると思います。誰もが傷つかず、本民自体が解決することを祈っています。